あ、堀江さんを見習うといいんですけど。ちょっとよろしくお願いします。今失敗しても、昔と違って転職できるじゃないですか。リスタートができるし、こう借金とかなんかこう余計なものがこうなければ、もう一回やればいいだけだから、多分いっぱい借金して不動産投資しちゃって、で、サラリーマンでも大家さんとかって言ってるの、あれが危なくて、人的資本って言いますけど、まあ、自分を使っていくっていう、投資していくっていうのがどうもいいんだろうなって。やっぱりこうリスクを取る側になって、リスクを取ってこうって、リスク取りたくない人たちから利益を吸い上げる仕組みっていうのが、こう資本であり、そこに参加するのが株式だからさ。まあそういうものをこう上手に使っていくのがいいんだろうなと。まあ、堀江さんを見習うといいんですけど。ちょっとよろしくお願いします。